春チャンネル第42回。今週の前身はこちら。労働者の力で社会変えよう。国際連帯で 11.5 トランプ安倍朝鮮戦争突入会談を打ち砕こう。 11.5 労働者集会改憲阻止1万人大行進は衆院選でのうねりをさらに拡大させる戦いです。この国に必要なのは改革や平和ではなく革命だと登場した私たちの戦いこそ、これからの中で唯一青年学生の心をつかむことができます。11月5日トランプが来日します。朝鮮戦争突入を狙うトランプと安倍に怒り、世界の民衆が 11.5 東京の戦いに注目しています。 11.5 日比谷野音に集まろう。3面です。トランプ安倍戦争会談粉砕へ。朝鮮周辺で米軍が臨戦態勢、国境を越えた団結で戦争阻止を。米韓両軍は10月16日から20日朝鮮半島周辺で大規模軍事演習を強行しました。トランプ政権は支持率低迷、側近の失脚、共和党内からの離反など危機を戦争で突破しようと狙い、北朝鮮との軍事的緊張を意図的に激化させています。始まろうとしている戦争は一握りの巨大資本と権力者の利益と延命のための侵略戦争、核戦争です。米軍の朝鮮戦争シミュレーションでは、開戦直後の戦闘でのソウルの死者数は約10万人、別の試算でも東京とソウルで計210万人が死亡と言われています。しかもこれらは北朝鮮民衆の被害を無視しています。このような戦争は絶対に許せません。労働者が団結してストライキに立ち上がれば戦争は必ず止められます。 11.5 集会改憲阻止1万人大行進へ集まろう。国際連帯の力でトランプ安倍を倒そう。全身の定期購読よろしくお願いします。ヤフー。